ジェフ・ダウンズはイングランド出身のロックミュージシャン、キーボーディスト、音楽プロデューサー。主にプログレッシブロックの分野で活動。バグルス時代に楽曲、ラジオスターの悲劇がヒット、その後結成したエージアで世界的な成功を収める。2010年代から同国のトップグループ、イエスに復帰した。エージア、USA ノーウォーク公演1979年。 ラジオスターの悲劇がヒットしたシンセポップバンドバグルスのメンバーとして音楽シーンに登場。その翌年、バグルスのもう一人のメンバーであるトレバー・ホーンと共にイエスに加入。1980年にイエスのアルバム、ドラマでキーボードを担当。イエスのメンバーとして欧米をツアーするものの、翌年ツアー終了時にイエスは解散。1981年、 イエスの同僚だったスティーブ・ハウやジョン・ウェットン、カール・パーマーと共にエージアを結成。ファーストアルバム及びシングル、ヒート・オブ・ザ・モーメントが大ヒットする。その後、他のオリジナルメンバーが次々に脱退し、ダウンズはエージアの唯一のオリジナルメンバーとして中心人物となった。1986年、スティーブ・ハウが参加した GTR のアルバムをプロデュース。 1998年、グレン・ヒューズと共作アルバムを発表。2004年、23年ぶりに、バグルスメンバーが集結し、チャリティーコンサートに参加。2005年、旧友ジョン・ウェットンとデュオユニット、ウェットン・ダウンズを結成し、アルバム、アイコンを発表。2007年、エイジアをオリジナルラインナップで再編成。2010年、バグルス名義で初のフルライブを開催。 2011年30年ぶりに ESF 帰。アルバムフライフロムヒアを発表しツアーに参加2012年クリス・ブレードとデュオプロジェクトダウンズ・ブレード・アソシエーションを結成しアルバムを発表2017年名優のジョン・ウェットンが死去これによりエイジアのオリジナル編成やユニット・アイコンの活動が不能となったプロジェクトジェフ・ダウンズ ザニューダンスオーケストラも含む、ありがとうございます。